ミーティングがちょっと、うん、新番組です。はい、もう本日からね、はい、もうあのまあ元々はまあうちの木部店長がやってた、うん、まあ番組まあリン様とね、うん、がちょっと趣旨変わりまして、リニューアル、そうリニューアルして、はい、でこれからはねちょっとあの歌舞伎町の、うん、あのイケメンがやってるバーを紹介していこうと。多分めちゃめちゃあるじゃないですか。そうそうそう、数ある中で、数ある中で、確かに。まあ本日はね、あの第1回目のということで。スペシャルゲストとして、はい、仲良しの、ね、ケンゾーって言います。よろしくお願いします。ケンゾー、イエーイあ、なんかコメントが全然ないですけど、これ更新されてます？されてない気がする。やっとどうぞどうぞっていうわけで、あ、やったー、よかったー、よっしゃーよっしゃー、危ねえ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 変な汗かいてたから、ね、やばい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 みたいな、一発目汗のみたいな感じでわけでね、うん、じゃあまあ本当、じゃあ今回のゲストのケンゾー君の、はい、まあ自己紹介じゃないけど、なんかこうね、はい、まあ、最初にアピールしてもらえればと。普段あのうち今バーをやってまして、うん、一応歌舞伎町でアジトっていうボーイズバーとイケメンがいるバーと、はい、あとアズっていうスポーツバーと、うん、あと今月の後半から、まあ後半あたりにグランドオープンするアイドルを、もともとホストクラブだったんですけど、そこをバーに変えて、うんうん、まあイケパラがいるバーを作りました。ぜひ。秘密の花園やな、ここのね。うちの3店舗とも多分イケメンしかいないと思う。あ、そう、はい、何人ぐらいの常備？結構いますね。うちのアジトだと所属だけで60人60人、何それすごいんだけど。 AKB よりも多いやん。1日で何1日に何イケメン、まあ、10何人とか。10イケメン、10何人イケメン。すごい、話止まんないでしょ普通の人。すごい、ね、結構だ、もう女の子たちはもうキャーキャーねえで、アズの方は40人ですね、多分30人か、34人。そんなにいんので、新しく出すバーはもう人数が集まって、今48人います。48人 48? すごい、48います。歌舞伎町48は男性だ。歌舞伎で多分一番従業員が多いバーですね、グループとしては。でしょうね。そうですね、100人体制でやってるんで、もう全部合わせたらもう100人。え、箱も結構広いですね。でも、アジトとアズは、まあ、ちょっとアズはちょっと狭めで、アジとはちょっと広めない。でアイドルは多分歌舞伎2番目に大きいバーになります。おー、すごいね。箱もめちゃめちゃ綺麗。もう日本中からよりすぐりのイケメンたちを集めた感じですか？そうですね。普段なんか普通やっぱホストもホストでイケメンはやっぱいっぱいいるんですけど、うん、普段やっぱその大学生とか俳優さんとかそのモデルとかやってて、やっぱホストで行かない子いっぱいいるんですよ。うん、でも万人受けするイケメンが集まったんでね。で一応ホストできなくてでも稼ぎたい、お金欲しいってなって、まあ、うちに面接来てうちで働くっていうイケメンが多いですね。何歳から何歳？うちは18、まあ、高校卒業してる子から、まあ、上で30歳までいます。おー、なかなか若い子が、若い子多いですね。うち平均的が多分20歳が平均ですね。19、20歳が平均で。ピチピチ。もう夢があるよね、変な話、地方の、ね、イケメンが。地元じゃモテるけど俺はこんなもんじゃねえってなったらやつが集まるわけ。集まりますね。うち結構ミスター系が多いかも。各大学のミスターとかがなんか勝手に面接来たりとか。俺はもうそんなんとこでしか働かねえぞ。一応やっぱこう顔面審査は、顔面審査はありますね。うちはもうイケメンしか雇わないです。いやそれ怒ったやつ結構なんかちょっとあれじゃない、言えないよね。まあ言えない。でもさ、ホストクラブってさ、はい、そんなイケメンじゃない人も実は働いてるじゃん。うちは結構厳しいんですよ。そこは厳しいんだね。顔面審査、顔面審査うちは上顔面審査が厳しいんです。だからまあ来てくれたお客さんとかは、うん、多分みんな、うん、ここホストクラブなのと思わされるぐらいな、ちょっといいなそれ。しかも料金はね、まあ料金普通のバーと全然変わんないんで超お得じゃん。お得です。でもホストクラブよりどんどん私流行っていくと思ってて。そうですね、まあ、バーっていうのはね気軽じゃん。気軽ですよね。そう料金もやっぱ安いし、ね、ほらあとほら前回出てもらったあのあれリンクの、うん、ケンタロウ君のところ、うん、あそこで男だけど行くしね。そうですね、なんだなんか、うん、わちゃわちゃできるし別になんか、うん、そうしっぽりもできるしね。確かに。あとなんだろう、そのキャバクラホストと違って1対1じゃないじゃん。まあそうだね、なんかもうみんなでワイワイできるし、そんな感じの方が実は私好きで。ほらちょっと面接どんな感じでやるの？
あるうち面接はとりあえず脱いでとかそんな感じ。いやそれ私立ち会う。じゃあ何ですか。じゃあ面接うちはなんか別になんか普通に履歴書書いてもらってで面接してでまあ軽い質問してまあイケメンであったらうちはもう速攻ウェルカム。えだったら履歴書いらないじゃん。まあ一応一応ああ形状形状まあアイドルもまた後半、まあ、今プレイオープン中だけグラウンドオープンしたらまあ新天使できるから多分すごい流行ると思うので、ね、今がチャンスです。やっぱ光源氏みたいにセグウェイでやったりとかそういう招待とかない、まあ、か個人でやってます。それは個人でセグウェイやってます。さす持ってるね持ってるね個人であんな動いてます。なるほどね。お酒の強さは審査に入る。まあ酒の強さはまあ入りますね。酒強ければ強いほど多分あの給料も上がってきます。ああなるほどなるほど。それはもう人それぞれで、ね、もう歌舞伎中のアバズレドもかき集めてもう荒稼ぎしてくださいよ。いやいやいやでも今年1個発表あるのはまあ今回できる新店の他に今年一気に5店舗解散しようともう展開しようっていう一応計画は一応企画をしてます。ブラックバスやなもうそうですね。すごいね。今年は多分うちのグループはもう一気にまあバーをまあ全国出したいなっていう気持ち。いずれは夢はあの世界なんで。なるほど。海外？あスペイン？いやあのハワイに出したい気持ち。ハワイ。出してみたいなって。あのハワイに遊び来て夏休みとか正月に遊びに来てるセレブなバズレドも。セレブなバズレド。ああこれ。いいね。そしてちょうど今あの大阪にももう1店舗あるんです。そのうちのアズっていうバーが大阪にもあるので、まあ、今見てくれてる方もしも大阪の出身がいればぜひ大阪の店舗に来てください、ね、ワンちゃん俺も行きたいけどね。ぜひぜひ今度大阪行きましょう。行こう行こう行こう。ぜひ天が働けるんですか。あはい、めっちゃ飲ませますめっちゃ飲ませます。なんかあの捨て駒みたいな扱いになってるけどなんか結構プライベートで飲むことが多いからここはそのなんか仕事とかじゃなくプライベートが多いから。あ確かに確かに。そうなかなか酒強いの。意外とね、酒強いんですよ。そうなんですよ。飲めば飲むほどこの辺が濡れてくるなんかだんだんベロベロになるともうお互いとも記憶ないという。そうね確かに。健蔵くんに、はい、質問コーナー行きません。質問コーナー行きますか。行きましょう。もうイケメン質問や。イケメンに質問のコーナー。しゃい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 。さてどうする、どうする、なんか聞きたいのあったら。もう酒は強い。酒は飲めますよ本当に飲むよね俺めちゃめちゃ本当に飲む。もともとうちハーフなんですよ。お母さんがスペインで親父が日本人なんですよ、うん、でも親父も親父で沖縄の方なんで。あ強い、ね、めちゃめちゃ飲むんですよ。マジ本当三国志で言うと呂布ぐらい飲むよめっちゃ飲みますすごい。ちょっと待って、はい、はい、そんなね生ぬるいこと聞きたいんじゃないんだよあなた変な勝手言わない。いや怖いわ。えぐい感じにしていかないと面白くない。あーまあねまあね怖いわ。もっとこうねなんかねもうなんかないのかな。テキラと家がどっち行ける。どっちも行けます。あーまあもう愚問でございますねこんなもん。鼻から飲んだらかかるんだよ。これじゃあさっきちょっと私が考えたえぐい質問4つあるんですけど、これアンケートを取っていただいて1つ聞きましょうか。もちろん。はい、最近いつセックスしたのか。最近いつセックスしたのか。あ、言わなくていいですね、まだアンケート取るから。あ、OK です。最近いつセックスしたか、はい、経験人数すごいね。それか貯金額。貯金額いやらしいね。あと女を落とす時のセリフ、はい、これをちょっとアンケートでどれをみんな一番見たいか。どれもえぐいな。どれもえぐいな。どれもえぐいわね。いやまあ事故が起きない限り範囲でね答えてもらえればと思う、うんうん。でもこういうのやっていかないと面白くなくない。うんうんうん、あの言っちゃったね怖いわまあ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 、まあ、当たり障りなくさイケメンが出てきてさあのなんかあはい、ね、イケメンとかやってはいお終了で面白くない。確かに確かに。あって人間違えたら一日中もう放送ワン放送上地って終わっちゃうかもしれない必ず。そう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 。多分俺ナルシスト、そこまでナルシストではなかったと思う。ああなるほど。早速あの女を落とすセリフ。あ、アンケートってやってもらってます。あ、今集計中。あ、え、そんなできるの。そうそうそう、できます。すげえ。それで一番あの1位になったやつをやってもらおう。やば、結構怖いなすごいな。いやすでもまあね、正直な気持ちで答えてもらえればとは思うんで。そうですね。まあ童貞だからな、どうしよう。何言ってんだよDT だからな。何言ってんだよ。
この結構えぐいな。えぐい。これすごいの来たね。一番えぐいの決まった。貯金額。いろんな問題起きるけど、俺の耳見てないよねこれ。どうだろう、まあ。貯金額か。あ、ニュアンスじゃん、ニュアンスで。ニュアンス。細かい数字とかじゃなくて、例えばなんつうんだろうね。今貯金額。六本木のマンションぐらい買えますかぐらいとか。うん、そんな感じ。車買えます。車、まあ、車って言ってもほら、ね、そうね、ピンキリだね。まあ、外車買います。外車ギリ買います。外車ぐらいなら買える。買えます。新車で頑張れば。でも一気に俺の多分あの生活費キツキツってキツキツってなっちゃう。すごい。まあ、で外車新車が買えるぐらいの貯金額をお持ちである健三さんに、まあ、うちのバーに働けばみんな夢があるんで。おい10年くらい前のホストの給料みたいなんだけど。うちはでも普通のバーに比べたらうちは結構稼げるバーなんで。ああまあそうだもんね。俺もあと10年かければ働いてたもんね。あー欲しかったですね。結構うちからなんかそれこそうちからまあ働いて、まあステップ身につけて接客身につけて独立するやつも出てくるんで。あまあ結構周りいるもんね。そうですね。もはやおうちの知り合いでもうちから働いて独立した人もいるし。いやでもね、こういうなんか仲良くしてるじゃん、歌舞伎町で、うん、これ楽しいのよ、こういうのが実際、うん、だからね、もうぜひ皆さんもね、歌舞伎町で来てもらってる時はまあ、ね、こういろんな店舗回ってでもいいですし、そうですね、お気に入り作ってもいいしね。今日は、まあいろんな、実際歌舞伎町の街って面白いのが、もうみんなフレンドリーなんですよ。そうです。別に自分のバーだけじゃなく、もうみんないろんなバー行き来するから、ね、それが楽しいです。バーってそうだよね。そうすごい、なんかでも大体朝方が多いですけど、俺は。あ、まあ、そうだね。俺朝5時から自分の場顔を出してるから、朝5時、3時、まあ4時ぐらいスタートするから。やば。本当よ。あ、すごい時間に合うもんね。え、大体いつも何時ぐらいにしょ。5時、4時ぐらい。お互いとも多分バー、自分たちのバーがある程度落ち着いてから、じゃあたまたま会うことが。そうそうそう。別に今からゴールしようぜじゃなくて、そうそうそう、会って、あ、ウェゲンさん飲もうみたいな。そうそうそう。パチンコ屋でやってると、お出てるみたいな感じで、おー、いますね、出てますね、すげーそう、みんな仲良しやな。仲良しね、本当に、はい、あ、でも、兄様もね、ほら、この間来てもらった、デカパーの、うん、デカパー Z ってとこでも、バーでやってて、あ、クラブ、もう半端じゃない、聞いたことあるんだよね、もう半端じゃない、クラブ、うん、海外からもお客さん来るようなバーで、そう、すごいね、すごい、外人だらけ、そうそう、全然通訳できるよ、え、できないから、なんとかこう、全然イエーイってなんとかしてる。まあ大体イエーイメンって言っとけば別に。スペイン語なんですよ。イエーイメンって。あれスペイン語で愛してるはなんて言うんだっけ。ティアモ。ティアモ。例えば口説きたい時、うん、やティアモもちょいバンサってない。ちょっとあのカメラ向かってちょっと。近づいて。本気顔でスペイン語で。あ、ちょっとアップできます。多分これスペイン人いるかな。あ、こちら。バンサとマフンタスやティアモ。ティアモもちょ。まあリーガイスパニョーラーですね。そうそう、スペイン語話せるけど、でもスペイン語話すことないですけど、実際日本に来てから。ああそうだね。あのディズニーランドに行った帰りにあの、ね、ティンカーベルをナンパするときぐらい。ティンカーベル、まあ、外人だけど、スペイン語かどうか通じるかどうか分かんないですけどね。すごい。でも外国人の人ってそのデカバーってとこが結構外国人本当多いんで、うん、積極的だよね。あ、結構でも外人友達多いんで、多分すぐ友達になれると思う、ね、あ、英語じゃなくてスペイン語と、スペイン語、ポルトガル語、イタリア語、日本語、英語で、まあ、英検2級持ってるんで、まあ、2級レベルは。マジで2級レベルしか。え、学歴とかあるの。一応高校卒業してます。あ、してるんだ。そうっす。学歴とかあるの。いやいや、あ、一応ギリあるやつ。あ、分かった分かった分かった。科目省のインテリ組だよ多分。あ、どっちかっていうとそうですね。幼稚園卒業が最初学歴とか言うと、危ない。でも自分最初日本に来た時小3なんですよ。小3日本に来て、小4でまたスペイン帰って、で小5で1回イタリア1年間行って、またスペイン帰ってからの中学で戻ってきて、で帰っての高校生やっと安定して戻ってきたんで。すごいね。だ、日本語ペラペラになったのが高2ぐらいです。あ、そうなの。そうですね。最近だ。それまで多分俺高校2年生まで片言でしたね。へぇー。先生を社長さんって言ったりとかして、社長さん、社長さんって言ってましたね。それはいいです。よく僕すごいな、確かに。でも最初本当に話せなくて、最初多分アニメ見て日本語覚えたんですよ。はっ。
やっぱなんか、やっぱ日本語覚えるためには好きなものを趣味にして覚えなきゃいけないから、うんうん、ああ、まあそう、外国語覚えるのはその国の彼女、彼氏を作る方がいいっていう。そうですね。何のアニメ見たの？その時なんだろう、ドラドラとか。ああ、わかります。わかる。オタクみたいな。まあそんな剣道くんの根掘り葉掘り、もっとえぐいこと聞いていきたいと思います。そうね。わお。で、とりあえず CM お願いします。おしゃい。ホストなめんなよ。掃除なめんなよ。タバコの火なめんなよ。すごいじゃん。すごいじゃん。すごいじゃん。経験者大募集。自分のことばかり考えてた俺が今お前のことばかり考えてるんだ。運命の人と出会うならイオンインク。やっぱやべえな、イオンインク。イオンインク。ハロー。ハロー。ハロー。逆に質問、なんか質問とか、なんかイエスカーのゲームというゲームやってもいいですか？イエスカーのゲームというゲーム、ちょっと考えたゲームあるんですけど、まあもっと本当は大人数やった方が楽しいけど、まあ3人ということで、例えばね、犬が好き、猫が好きで一斉のでやって、まあ例えばこうなるじゃん。こうなった時に、まあ2対1だったら1のやつがの一気飲みするっていうゲーム。はい。お題は何でもいい、下ネタでもいいし、下ネタじゃなくてもいいし、下ネタでもいいし。下ネタがいいのね。下ネタでも何でもいいんだよ。え、でも下ネタでもいいんでしょ。え、イエスかノー。そう、イエスかノー。上か下しか上げちゃいけない。で、ドローンの場合は、例えば3人とも上げた場合は言ったやつがのお題を。あ、なるほどね。っていうゲーム。歌舞伎町の若い人の遊び。最近このゲームやったらなんか一気に広まっちゃったって。そうそうそう。へー。俺酔っ払って言っただけなのにすげえ広まっちゃったって。なるほどなるほど。じゃあやりますか。あ、じゃあやりますか。じゃあお題は。じゃあ俺から行くわ。イエスかノーだよね。イエスノー。あ、でもあそっか、嘘ついた。じゃあダメです。正直に正直に正直だ。そこ3人しかいないんで正直に。あ、まあそうだね。じゃあ、なんつうんだろう、あるかな。女性が好きな女性…あ、音出すかって、女性だわ。ちょっと危ない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 、男3人の規定だった。ちょっと危ない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 。じゃあ、あの初めての中…あのね、好きになった人、男性にしろ女性にしろ、はい、その時の初めての異性と、初めてじゃなくて好きになった人との中を10秒以上するかしないか。10秒以上するかしない、中を10秒以上するかしないか。するかしないか。一斉のでグイ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 ベロンベロン投げ回しますけどね、僕だったら。あれも全部、はじめ、まあ、多分ブルンブルンいきます。多分寄ってきたかな。うん、行ったら行ったら行ったら。一回一気飲みしよう。このゲームちょっと怖いわ。そうそうそう。こういうのいいよ、こういうの楽しいよ。すいません、お茶ください。安木、ちょっとお題言っていいですか。いいよ。ちょっと待って、これ作れる。あ、そうですね。じゃあ、あの、まあプレイやってるときに、その夜のプレイをやってるときに、首絞められたいか、女の子はね、女の子は首絞められたい、それか噛まれたい。噛みながらやられるの好きか、首を噛みながら、あの、こうやって噛みながらのされるの好きか、それか首絞められたいでいこう。え、女の子じゃない場合どうする？で、男は噛みたいか、首噛みたいか、首絞めたいか。あー、オッケーオッケーオッケー。でも、噛みたい人も結構、もう本当動かしながらの噛みたいか締めたいか。動かしながら、ちょっとおじさん興奮してきたよ。そう、下世話だな。下世話やな。あの、家って言われたんで。うん、なんでやれ。やれって言った言葉で興奮するか。これ今後でもちょっと取り入れさせても
もらいましょう、この番組で。ああ、このゲーム。ぜひぜひ。このゲーム気づいたら2丁目まで流行ってるからね。すごいね。あのね、本当はね、ガリガリ君の早食いコーナーあったんだけど、うん、あのガリガリ君買うの忘れてた。いや、ガリガリ君多分死んじゃう。死人が出る、多分誰かしら。じゃあ、いきますよ。じゃあ、あの、噛まれたい、首噛まれたい、プレイ中に。それか首絞められたい。うちらは噛みたいか、首絞めたい。一斉の、で、飲みます。まあ、そうなるよね。グイグイグイ。だから、首絞められた時とかさ、死んじゃうじゃん。あ、でもちゃんとコツがあるの、ちゃんとコツがある、よくやってらっしゃる。で、なんかね、失神する寸前はキュッてなるんだよ。ゆまりさんだって、ほんとそれで死んじゃったらね。まあでも、それ言っても、まあ、柔道部なんてみんな知るじゃないですか。まあ、そういうことはやったことないけど。ああね、まあそう、一応噂で願望として、願望として、噛んでみたいなっていう。いやー、じゃあ、次リン様、この番組大丈夫かな俺。そうだね、普段俺多分ツイッターとか、そのまあインスタとか多分見てくれてる子たち、多分そんなキャラ出したことないから。ああ、はいはいはい、はい、性的なのがいいんだよね。まあ何でも、これでもフォロワーバー変態が100人200人300人こいつやべえなっつって。こいつやべえなっつって。1週間以内にセックスしたかしてないか。ああ、正解な。1週間オナニーとかじゃなく、うん、リアル、うん、あ、やっぱ3日。3日以内、じゃあ3日以内、3日以内、じゃあ3日以内にしました、してない、一斉のデイで、したんすか。3日以内リアルだな。3日以内はリアル。イエーイ、マジかよ。あ、グイ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 、いやー、リアルだね。リアルだな、3日以内か。3日以内多分俺潰れてたわ。多分やるとかやらないとかじゃなくて、多分バーで飲みすぎて潰れてたわ。え、なんなら3日ぐらい前会った気がするもん。会ってます、会ってます。もはや一緒にカラオケした記憶にすらある。なんかあのキックザカンクルーだけだもんね。ちょ、俺普段あんまカラオケしないけど、珍しくベロンベロンすぎて一緒に歌ってた。そう、3年ぐらいの付き合いあるんだけど、結構飲んだりもするんですけど、うん、初めてカラオケ歌ってるのを聞いて、そうそうそう、しかも意外とあのヒップホップっていう。ちょっとなんか夏メロ行こうってなって、なんかちょっとやってみて。いえいえ、結構際どいな。アカペラでヒップホップ、アカペラで、あのリズムがないとなんか、はい、無理やる。飲むわ。トゥン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 トゥ、まあイエスカのゲームこれ一周するやつ、一周するやつ。あ、じゃあ質問コーナーいきます。じゃあ何でもどうします。イエスカのゲームでもいいし、なんか質問ある人でも、別にもしも質問あったら、そう、なんか、ね、もしもみんな今見てる方々質問ありましたら、さっきツイキャスでもね、ああね、さっきね、そうそうそう、皆さん、まあ、うちら3人に質問あったらうちら3人とも答えるんで。彼女はいるんですか。彼女今フリーです。今、結婚相手募集中です。憎いね。何歳ぐらいがいいんですか。まあ、18から、うん、でも実際多分35までいける気がする。あ、最近のなんか、ギリギリ入った。最近の30代ってみんななんか見えなくないですか。見えないし、見えない、ね、見えない。でも10年後には45歳。リアル、リアル。あー、飲みます。ゲイゲイ。でも最近でもロリコンになったかもしれないですね。でもさ、変わらない。変わる。ある時さ、年上がいいっていうのって、うん、あれずっとでも年下が好きなんだけど。あ、いや、俺10代の頃だって多分年上ばっかしか付き合ったことなくて、うん、そんな感じだろうね。20歳超えてから初めてタミと付き合って、うん、年下と1回付き合って、うん、俺ほんと年上ばっかだったんで、うん、年下でも1回しか付き合ったことないから、うん、どんな感じで使ったの？年下ですか？うん、どんな感じで使ったの？年下でもなんか引っ張ってあげなきゃなっていう、なんか逆に年上の場合はなんか逆にカッコつけちゃう部分あるんですよ、自分。はい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 、はい、なんかタメだと、まあタメ同士でいい感じですけど、年上だと逆に頑張れる自分がいる。もっとなんか、だってもう年上だからもういろいろもう経験してるわけじゃん、うん、でもいろいろなんつーの、うん、経験、なんかやっぱすごい強がっちゃうじゃないですか。ああ、まあそうだね。そういうの可愛いよね、そういうの、うん、意外となんかね、まだ高校生ね、え、で、なんか告ったの？年下の子には告られ
って、でも一回振っての様子見ようってなって、でもその後付き合っていましたね。月何人告白されるの？え？月何人告白されるの？月に。月に。まあ嘘か本当か分かんないようなやつね。大体。まあ50ぐらいかなのも。あちょっとカメラ止めてもらって。50！ でそれは嘘ですけど飲みます。いやでもあるでしょ。すごいな。これはもうなんかもうコールをなしで飲んでもらう感じ。無音で飲んでもらう。いや50ってすごいですね。ええ。50はないですけど。私なんかもう怖がられてモテなくて。ああまあでしょうね。なんかすごい怖いと思われてて。なんかすげえド S そうだから。なんかもしも付き合ったらすげえなんかいじめられそうな気がする。いやいじめるのは好きだけど。でもそれをいじめられた時にいじめたくなりそうなんか。あー逆にね。逆にもう可愛さ余って憎さ100倍の逆バージョンみたいな。100倍返し。案外ね私ちょろいんだけどね誰もね来ないんだよね。案外ちょろいっていうのはなんかあれもあれですちょっとやばいと思うけど。誰も来ない。なんかの宣伝が入ってますよ。確かにみんなみんなりんちゃんあの今18歳募集中です。押せば落ちるでーっつって。落ちるでー。押せば落ちるでー。すぐ落ちるよ。すぐ行きますせ。もう。てか怖がられるから来ないから。そのなんか実はそんなに免疫がないんだよね。あーいきなりなんかこうね剣族みたいなねイケメンがねいつもこんなほろ酔いでねあのなんて飲み歩いてていきなりもうたまたまね世知辛様に壁にドーンとかやられたりとかしたら、はい、もうすごい落ちるね落ちる早っ早いなでもそれかなんかすごいイケメンに寄られたら罠だって思うのあちょっと罠張ってみてちょっとなんかの罠だって思うすぐちょっと罠張ってみてよいや罠張ってみてよえ思いませんなんかすごい美女がさ、なんかあれって俺結構肉食の方だからもしもこいついいなとか好きだなって思ったらグイグイいっちゃうタイプなんつうのもうそいつをもう駆逐までとりあえずすっげえ尽くしちゃうと思う落とすまではねいや落としますよ落とすまではね落としてからはどんな感じ落としてからはまあちゃんと責任取りますよおー男前やな逆にでもあんまそんなことなることはあんまないから普段ああ、ね、なんか本気で好きっていうのは多分めったなことないと多分ないと思うまあそんな感じでねまあ、じゃあね第1回目の放送ってことでね、まあ、あっという間ですね、まあ、剣族の彼女募集とお店のあれですねリンリンリンさんもうちょっと18歳募集中なんで、はい、待ってます18でちょろいですウイケンさんはあの15から45までおー行ったるでーっつってねあじゃあ、あれ宣伝とかはまあ、あの4月後半からアイドルっていうバーがグランドオープンするのでぜひあの従業員も募集してるしみんな来てくれたら初回2000円にしますおーいくいく太っ腹やなお先んとこのグループしかもあの飲み放題2000円にします太っ腹やなーいくいくぜひ来てくださいませ、ね、朝で遊び行きましょうぜひぜひじゃあこの後あのピエロも営業してますあそうっすさいあざっすあざっすバイバイでもなく黙り込んだことにすがる何回目の錯覚だ笑っていたろう先まで伝い込んだ仮面をやめ辛くたり紛れ込み死んでしまった純情ましてや無情なほど溺れているんだよ この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りしました。